そろ出発するわよ。って、あら？絵を描いてたの？うん。ん？この、これ、印刷じゃないわね。これもあなたが描いて、ああ。へえ、絵本か。ねえ、見せてもらってもいい？それはダメだよ。まだ完成。それに、他人には渡さないことにしてるんだ。これは兄さんのだ。兄さんって、サイ、あなた、お兄さんがいるんだ。今はもう死んじゃって、でも、あなたにも、お兄さんがいたのなら、なんとなく、ナルトの気持ち。ナルトは、サスケ君のこと、兄弟みたいに思ってる。わからない。え？確かに、僕にも兄と呼べる人がいたけど、でもその人が死んだ時も、何も感じなく。それどころか、一体どういう顔をすればよいのか。それって、それじゃ、まるで。そう。僕には感情ってものが。サイ。おい！何やってんだよ、桜ちゃん！そろそろ出発するってばよ！あ。行きましょう。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。薬師カブト。こいつは確かオロチマルの側近中の側近だったはず。まさかそのカブトが暁のスパイだったとは。尾行。大丈夫です。ただあまり時間をかけるわ。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所とウチハサスケの情報を。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動。今はここから北にあるアジトに潜伏していて、そこにウチハサスケも今。そう。面白そうな話をしてるわね。私も会話に混ぜてもらえないかし。オロチマル。その装束、懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。まさかここでオロチマルが出てくるとは。このままではまずい。どうする？僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様は。そ、カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。最初からバレバレなんだ。どういうことだ、カブト。
僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや、違うな。さて、そろそろ後ろ。すべてお見通しってわけか。幾度か見た顔ね。九尾の子もいるみたい。返せはないだろ、ナルト君。ずれてる。サスケ、引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらし。サスケ君のことが知りたいなら、力ずくで私から聞き出してみなさい。でき。待ち上がれ。任務開始。少し遊んであげましょうかね。私と話がしたいなら、まずは生き延びなさい。オロチマル！ナルト、落ち着いて。まずは目の前の敵に集中。オロチマル様に逆らうとはバカなやつ。申し訳ありません、オロチマル様。どうやら口寄せを行っている敵がいるみたいだね。だったらそいつらを倒すだけ。まったく君たちもしつこいね。いい加減諦め。僕は私たちの仲間よ。簡単に諦めたら潤うか。やれやれ、サスケ君は強くなって。さて、君はどうかしらね。クソ、出てきやがれ。ほら、申し訳ありません、オロチマル様。どんなに吠えてみせたところで、サスケ君は戻らない。黙れ。そろそろ趣向を変えましょうね、カブ。準備は整ってます、オロコ。申し訳ありません、オロチマル様。いいぞ、今まさか。ごめん、違う違う違う。圧倒的じゃないか。信じられん。どれほど成長しているか見せてもらうわ。成長しているか見せてもらうわ。
ナルト、一人で無茶しないで。ラフェンガン、ラフェンガン、ラフェンガン。さあ、九尾の力見せてみなさい。えっ、ドラッグ、えっ、ドラッグ、えっ、ラトレ。ナルト、一人で無茶しないで。ラフェンガン、ラフェンガン。さあ、九尾の力見せてみなさい。仲間思いも結構だけど、そう簡単に行くと思わない。ごちゃごちゃ言ってねえで、さっさと出る気あがれ。感情に身を任せているようじゃ忍びとしてはしっかり。ラフェンガン、ラフェンガン。サスケは絶対連れ戻す。えっ、えっ、ドラッグ影分身の術。逃がしはしない。オロチマルを倒せばサスケ君は戻ってくるわよ。ああ。九尾の力見せてみなさい。ナルト、一人で無茶しないで。私のサスケ君とどちらが強いか試してあげるわ。サスケを返しやがる。気をつけろ、敵の増。バカめ、ひねり潰してくる。そういえばさっきからサイの姿がない。サイは一体何を考えている。キュービの力、ぜひ見たいもの。オロチマル、本気で私に勝つ気でいるのって笑わせる。お前だけは絶対許さ。言わねえ、その顔ゾクゾクするわ。圧倒的じゃないか、信じられない。サスケを返す。分かってない。サスケ君は私を。なかなかやるわね。少しは見直し。出てきな。この状況だったら任務もやりやすそうだ。私を相手にここまでやるなんてね。やるじゃん。えっ、これ影分身の術。ラフェンガン、ラフェンガン。
どれほど成長しているか。でも、これは。ナルト君、まさかこれくらいで。お前は俺がぶっ心地よい殺気だわね。なんという方だこの。しかしナルト君のこのチャクラ、これからの戦いは相当ヤバそうだ。さて、そろそろ動くか。